ザニアの大使館へ、キリマンジャロは危ない。昨日気づいたんですけど、ビザがいるという、まさかのタンザニア。危ないとこあった、入れないとこあった。タンザニアのビザを取りに来ました。用賀駅初めて降りましたね。多分また Google 先生によるとこっちかな。こんなところにも大黒屋が、おそらくフランチャイズだろうけど。あったあった、本当にあった、大使館だ。タンザニア大使館、誰もいないです。すごい、誰もいない。なんていうことだ、すごいですね。さてと帰ろう。OK、 やっと確定申告終了。やばいね、どんどんお金がなくなる。お金がなくなるんじゃない、もともと払わなきゃいけないんだけど、ですわ、エベレストも行かないと。